俺もジュリーボコリ取りました。あ、パリが出ない、パリが出ない。ゴグリー。やばい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 。やばいやばい。ゴグー負けてますやん。大将出張って負けてますやん、ゴグー。あー。この野郎。てめえぶっ殺ってから見やがる。見てろ、待ってめやがる。しゃがみだもん。うま。うますぎるよ。よーし。つるに。SFL 今後出る予定ですもんね、あそこに。喋んじゃねえ。今回す。俺ヒラギンジってさ、ミスったらさ、ライダーで炙っていい？ファンタさんにだけは勝たないと、なんかもう闘志燃やしてる感じ出てたんで、国定とかで煽ってくんのもないじゃん、マジで。いいか、国定ですって、バカなあいつ、マジでは。いいねー、マジでやってますよ、俺これちゃんと。いいね、いいよ。あおいで、その後、レベル3当てようよ。おいおい、やばい、機嫌良かった監督が急に。おい、なんだおい。おい、セレギー、ちょっと待って、汗かいてきた。ちょっと一回冷房つけるさ。格言舐めてんのか、おい、ちゃんとやるよ。はいはい、おいおいなんだすいません。いいね、それ生くらいはずっと大パニーよ。おいこれ難しい、マジで。おい、遅えぞ。これ連打しないようにすると逆にこむずいんだよな。いや、連打はしていいんだけど。あ、いけるタイミングになってから。連打って感じかな。火力5500のダマ上げ出せるようになった。おお。おいおいおい、来たっす、これマジで。甲子園行くつもりだな。甲子園行くつもりです、マジで。え、SFL 今後出る予定ですもんね、あそこに。うん、喋んじゃねえ。このカスが。ゴミカスが、喋ってんじゃねえぞ、てめえ。すいません、ちょっとさすがにあそこメジャーリーグ、あそこもメジャーリーグ、メジャーリーグだよね。まあでも、いずれはね、いずれはね。あ、オッケーっす、オッケーっす、オッケーっす。夢を持つのは悪くないから。こっちのコメントより、コクやれって言われてる。その名前と。焼き入れる、焼き入れる出てる。コクやれって言われてるから。で、この春天粉塵勝利2回連続やって。壊しから、そうそう。間違った。ちょっと、だから2回連続やってくれっつってんだけど、いつになってやってくんねんだ。2回連続なのに、これ、こっち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 、それを2回連続やってくれ。こっちの方、こっちの方、違った。そうそう。だから、勝利をやるっつってんだね。できない、ちょっと待って、難しい。俺がやる、俺がやる、俺がやるね。はい、はい。で、投げ抜けしてね。はい。これを。あ、無限か、これ無限か、これ無限か。A 級、A 級。おい、どうした、国に、はい。はいはい、はい、そうそう、はいはいはい、だからオーディションやめろってね。これね、間違えてこれになっちゃったら繋がんないですか、これ。繋がんない、繋がんない、繋がんない、もう最悪だ。あ、いい感じ、いい感じ。おいおい、どうした、ここにどうした。遅えだろ、小足が。次の小足忘れてんぜ。すいません。はいはいはい、いいね。あ、間違えた。おいそういうことやめろ。新コンボやめろ、新コンボ開発すな。あ、ちょ、遅えだろ、勝利当てて終わりじゃねえから。セットプレー、はい、そう、いいよ。だからいや、でも結構ワースになってる、ワースになってる。いいよいいよいいよ。ナイス、ガードできてる、ガードできてる、ガードできてる。一回リセットか。一回ガードされたらリセット。樹立界むちゃくちゃ投げ抜きします。だからもう趣味刺さりまくる。あと垂直ジャンプからでもいいよ。もう読んだらもうバカーでいいよ。いや、もうそれ言ったらもうこれがいけるっすから俺。ただその代わりね、はい、あれなんだよ、はい、お、いい、できる、これできなかったっすから俺。やる、これもね、ちゃんと俺全種類練習してるんですよ。やる、国人がやれって言ったやつ。つーくん、おい、マジで行くっすよ、甲子園。うますぎる、これ。思い出した、昨日前教わったこれで。そう、橋はそれで逃げる。そうです、ナイスパリー、ナイスパリー。いいよ、もう仕上がってんだけど。なんだおい、ちょっとつーくん、俺涙出そうです。あ、いい飛びだ。よいしょー、ナイス。オッケー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 。いいよ、学びが生きてるよ。いや、マジで絶対1回戦は突破しよう。いいよ、ナイス。よーし、ナイス。俺は感動しているよ。ここに勝つっすからね、俺。マジで上手くなってる。そう、これ遠いだろ。いけ、処理いけ、処理いけ。いや、ナイスー、シャリレンジー、ナイス。1400倒したぞ、1450。あれ、いけるじゃん。てか、しかも対応してるから、マジでいいです。
俺いらんやいやいるいるいたかな、ここまでなってる鶴木さん、もういらんや、俺の仕事減らすやん。1500きた。ガード紹介、ガード紹介、起き上がりガード紹介、しゃがみガード、うまっ、うますぎるよ。よーし鶴に鶴にいいよ、よし。サシジジイと見たぞ。おいサシ35以上と見た。今の中段食らうか。よし、いけるいける。これここにサボ落ちしたらゲーセンでやりましょう俺ら。いや、やろうぜ。ゲーセンねえけど。ゲーセンねえけど。あのアナログでいきましょう。アナログで、アナログでな。でもこれ俺ゲーセン全盛期時代に格ゲーやってたかったっすわ。なんか対面にいるだけでめっちゃ楽しそう。あーそうなのよ、めっちゃおもろかったよ。で後ろで見てくれる人とかもいて、オーディエンスとかもいて、そうそうそう。でしかもそいつらと喋りながらとかさ、こう灰皿でぶん殴られるとかもあるっすよね。多分なんか煽ったりとかして。ない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 。灰皿が飛んでくるけど、たまに飛んでくるけど、ね、たまにとあるじゃん。灰皿飛んでくる。そうで、ぶん殴られることはさすがにない。さすがにない。国内だってあれですもんね、ゲーセン世代ですもんね。ゲーセン世代わ、もうだけど本当に灰皿が飛んできたりとか、本当はあと向こうの人とかえ、そのに切れる、それは何ですか、その対面が切れてきてって感じですか。ボコしたら、そう 対戦でちょっとはめたりとかボコしちゃうと相手がバンって投げてきたりとか。俺はね、椅子がね、いきなり急に座ってた椅子がなくなって、ストンってだるま落としみたいになって、後ろのやつが俺の椅子を思いっきり蹴って、だるま落としみたいな椅子がなくて、ストンって落ちたのね。うわーやば、誰みたいな感じで見たら、そいつが俺の顔見て、なんだって言ってきた。いや、それ俺のセリフみたいな。じゃあ対戦相手じゃなかったやつかね、後ろにいたってことは。あ、多分対戦相手してて、その負けたやつが 俺のとこ来て、次の対戦始まってる間にそうやって椅子を蹴ったみたいな。やば、すごい、そういう時代はありましたからね。いや、おもろそうだな、確かにそれ。だからいち早くそういうやつは友達になったね、俺は。友達になれば、まあ、それ何かあった時それ守ってくれるから、そいつらが。確かに。そう、やっぱ処世術はそこで学んだよね、やっぱり。確かにそれ熱いですよね、そのタイプの人だいたい守ってくる。そういうやつってだいたいね、守ってくれるから。なんかね、友達には優しいですよね、そういうやつ。そう、身内になれば身内になれば優しいから。だいたい友達には甘いですからね、そういうやつ。そうそう。確かに。いいよいいよ、おいしい、いいよ、うますぎる。ナイスリサル、よっしゃー、いいよ。てか剣丸いけど、はい、1260っての嘘だね君。うえスマーフ疑惑出ちゃうよこれ。スマーフ、マーフ、スマーフ、マーフ出ます。マーフ来た、これスマーフ、マーフです。これはもう、いやこいつ1600くらいあるやんってなっちゃう。これこの世にジュリしかいないんだったら1600ってことですよね。いや、この世にジュリしかないんだったら1700、1800くらい。かなり勝てるこれ。てか1900くらいいきそう。ジュリ戦は相当上手くなってる。次デッキン食らうぞこれ。削りたいね。ちょっと何やってんの君。なんで、ちょっとこの褒められた後毎回ゴミクズになるやつ。ツールコプターもやめてます、それ。ちょっとゴミクズっていうか相手に差し上げたんで、自分の命を。さあ、そこは相手、うわ悔しい。いやでも惜しかった惜しかった、すげえ惜しかったよ。マジでいい感じだね。うん、これはいいか。何、コグニーどうした、死んだ、コグニー死んだか。ごめん死んでない、大丈夫。何が、何があったっすか。イヤホンが取れた。イヤホンが取れただけでこんな爆音になるんですね。あ、ナイス、それすこ、それすこ、これ急にやるとマジで当たるな、それすこ。最高、いいよ、なんか美味しい、あ、入った、いいよ、そうそう、よし、コグリー、セリー、コグリー、これやるよ俺、セリー、コグリー。マジで成長してる、成長してる、成長してる、いいよ、もうラムルさん、うそ、使いどころも完璧、しゃー、これであとゆっくり SA2 持ってる、いい、ね、波動拳を切る、波動拳を切る、 SA2 関係ないから、無敵ないから、波動拳、よー、甘いよ、1500ノック、いけるやん、え、1500勝ててるっすね、結構、うん、てか、弱えな、なんかな、こいつらな、いや、弱え。昨日とか一昨日とかあんだけヒヒ言ってたのに、いやマジで、いや弱えなこいつらな、いや弱えっす。おい誰か勝って、お前入ってこい、おめえらよ、誰か倒してくれよ、頼む頼むぞ、俺もう1500からもっと上に、ああ頼むぜ、おい骨がねえなこいつら、骨が。ここでボコされるまでワンセットじゃないですか、これ、こんなことしたら、そうだそうだそうだ、こんなことしたら、ね、ここでまあでも1300いける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 、対戦しに練習しに来てくれてるのに、しかもかなりきついキャラの、本当にそうですよね、わざわざ対戦しに来てるのに、こいつら弱いなっつって。本当にそう。
いいよいいよ、それでいい。格ゲームはそうだから。誰かこの鼻をへし折ってくれ、頼む。じゃあ俺国人に言わされましたができるっすかね。確かに終わってんだわ、一応終わり。マツコ、マツコかね。はい、またスコ、またスコ、ってこ勝利か。オッケーよっけー。てかマジでかなりいい感じ。てかね、覚えてくれたんだよ、つるぎは俺のね、あの練習メニューの。いや、そうなんです、動画を覚えてくれたから、もう攻撃力がすごく上がってる。もうだからもう絶対勝てるこれ。相手相当きついよこれ。1600、1700でもきついと思う。ナイス勝利。そう、いいね、いいよいしょー、いけるぞー、ぶっ刺さったな、ディーリバー。いいね、あ、今、あ、タボったな、やべ、忘れてた、カウンターくらいだったぞ。よし、いい、ナイス、いいねー、よーし、オッケー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 。これもちゃんとやってかな、やらなきゃできるようになんないですもんね。そう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 、逆にそういうのもできないくせに、あのさっきのやつに勝とうなんて100年早い、マジで。あ、オッケーっす、調子乗ってんじゃないぞ、てめえ、調子乗んです、あ、いいよ、だからダイパンしたらいつってんだろう、てめえ。あ、もう怖くねえじゃない。ちょ、俺さ、あのさ、俺ヒラギンジってさ、ミスったらさ、ライターで炙っていい。いや、怖い、昔の鉄拳勢がそれで上手くなったらしいんだけど。誰誰誰誰、昔のゲーセンの鉄拳勢がそれで上手くなったらしいんだって。やばいでしょ、ちょ、昔やばいよね、本当に。動物実験の罰みたいな感じになってる。火が、ね、出てくる、間違った選択したら火が出てくるみたいな。そう、昔のね、格ゲーはね、もうやばいんですよ、格ゲー勢は。ゲージ欲しい、ナイス、ミスったけど、いい、ね、まあまあまあ削りきれ、まああれか、いや全然いいです、これで。お、あのバーンアウト、バーンアウト、バーンアウトさせて、で相手ゲージある、ナイス、やるしかない、はい、ガムシャガムシャガムシャ、ナイス、出すしかないっしょ、そこは SS3、 いいじゃん、しゃー、リベンジ成功。ねえ、ほら勝てるでしょ、勝てるでしょ、勝てる勝てる、こーれおもろい。おもろいか、コアラおもろいっすよ、よかったよかった、まあ、いろんなやつ、ま、待ってくれてるから、いろんなやつやったら、いろんなやつやります。もうだからこいつは勝てない、すいません、もうすいません、僕じゃ練習相手になりませんって言って追い出そうぜ。オッケーそうか、うん、オッケーそうか、俺もジュリーボコりたくなってきた。楽しそうだな、次お前。あの人じゃないですか、じゃあ、いや、あいつはもう別に来てもいいけど、俺コーチングが重要だから、さすがに俺が1500とかボコってたの。あの人はどうですか、あのさすがにあの人でも、いや、多分あいつでも多分ボコれるから、さすがに見た目が悪い。見た目が悪い。あなたコーチングに来たんじゃないの。いや、コパ投げが刺さってんのもバレてるから、ちょっと一回じゃあ俺にやるか。あ、オッケー、ちょっと一回休憩ちょっとしないで、一回休憩でちょっと俺に招待送ってくんね。もう結構丁寧にやるから、これも勉強になるんですよね。そうそうそう、やっぱ落ち着いてね、この後にもう一回進化するっすから。そう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 、おう、まっ、だってそういうのもありなのか、別に挟んでくるんだったら。そうそう、これこれ中足球でした。うわお、一応コンボはあの剣用のコンボでいくから。あ、オッケーです、オッケーです。あと、ミスった、やる、ここにバックステとか投げ持ったら、投げ読んだらバックステも結構ありだね。うわー、インパクト無理。ジジだそれ、やめろ。ここにカウンタープレイ来てるっすか。来てるね、せ、負けた。いや、まだある。あ、これリーサル。いや、リーサル。うわ、いや、なかなかうまい。いいね、いいね、なかなか上手です。なかなか上手で、これでまだ2先っすもんね。2先、なかなかやるじゃん、なかなかやるじゃん。ちょっとコグニーの本気来るっすよ、こっから。コグニーの本気がやる、読み負け、負けちゃいそう。おー、いやいや、コグニー負けちゃいそう、読み負け。あー、動き良くなってきた。あー、いいね。おお、うますぎるこいつ、ジャスパクソだなこれ、ジャスパ。あ、パリが出ない、パリが出ない、ゴグニー、やばい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 、冷静だな、めちゃくちゃ冷静だな。だよね、これね、さっきやったやつね。ああ、そっか、あ、だから今ずっと、あ、そっか、だから今 SS3 やったのに結構強気にやってたのか。そういうこと、そういうこと。はい、削った、削った。わあ。ちょっと俺しか使えない技使っちゃってるからごめんね。いや、温まってきたんじゃないですかこれ。だってここには。いや、負けそうになったら自分の技使ってたけど、いや、その次のコンボに合わせんだこれ。やばい、やばい。違う。
僕、うん、死な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 んだろこれ死なんだろ僕死な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 いけるいけるいけるここからいける勝つここから勝つ相手バーンアウトしてる確かにこれ生きれば、うん、お生きる相手バーンアウトしてるからの D リバウンってやつですねこれはもうそうそうにゃーコク負けてますやんこれ大将出張って負けてますやんコクちょっとちょっとムカついたからもう一回やっていいムカついたからやってくださいやってくださいやってくださいムカついたあムカついたぞおいおいこの野郎調子乗ってっからてめえ曲がるなてめえぶっからってからてめえ曲がる見てろなてめえからそれあコンボ解禁コンボ解禁これコンボ解禁ねえクソ早く見えてくれ早く見えてくれ来たブチギレブチギレここに来た来た相手バーンアウトおおこれは怒ってますよえっ早いおバーンアウト中だからあやっちゃったやっちゃったあっ俺かもしれない終わるかもしれない終わるかもしれないいいうわーいける甘えてんなぁいいやうわーでもよいしょいや行くぞあーもう SS3 あるからガンガンいけんのいいなはい行けるよはいうわー終わったかこれはわざわざレベル3ドンバントマナー消したマナー20丸うわいしょーオーバーキルわざわざ SS に入れ込みましたね わざわざですわざわざ入れ込んだこれわざわざ行くぞ負けてくれここにこれで負けてくれこれで負けてくれミスターやるちゃんとこいつうまいな本当に1579のこいついや俺勝ってたっすよでも俺この人にいやこいつうまいぞマジでこれ完全に変えてる完全に帰ってきたよこいつねこいつ1579じゃないと思うあ嘘俺手紙で練習してくれてたまさか普通にうまいぞこれ多分、うん、普通にうまいぞいやここにこれはなんか相手を褒めることによってなんか自分悪くないみたいな感じ出そうとしてんじゃないですかいや相手つえーなーみたいなやつでしょこれ本気であるぞ本気であるぞこいつ本気である本気である本気で本気で殺すこいつ許さんこいつねこれ地面師だこいつ地面師これ不動産詐欺ですかこいついやうわー来たー回復回復いやこれはだいぶ有利っすねあ出るやんいいやんあかやばいここ中はちゃんとやってくるの偉いいやこいつ1579じゃないってこと おかしいあかっコク確認あでも大丈夫やばいコク負けてますやこいつムカついた今度解禁して負けてますやんでまだ1待てうわうまいコンボ解禁うわーかっこいいミスターうわでかっうまいうまいあーこれいやこれ解禁してるわミスターえ、なんかカッコ悪い、ちょっと待って、なんかめっちゃカッコよかったちょっと、ここにはい、バーカーがようわ ー、でもめっちゃカッコよかった、今のやつバーカーがよ、ちゃんとガードもできるから、俺はどうすんだうわー顔コンボがどうすんだどうすんだおいおいおい負けてるのもめっちゃ効いてますやんおい全然だなおい調子こいてんじゃねえぞマジで村勇者がよ小山の大将来ました小山の大将が小山大将じゃあ頑張ろうぜ次ちょっと俺インストールしたっすわマジ今の国のやついいこいつボコるっすわやっぱ中足はちゃんと当てにいってるよね俺はそうっすねそう中足を当てにいってちゃんとラッシュしてるからそれはしたいねやっぱね確かに確かになんか圧があった俺はなんかずっと下がってるだけだったから途中からそういい波動だうまいあこれあーミスったいや言ってよそのまま SA さんでよかったよいろいろとやろうとしちゃったでもよかったジャスパーうまかったよいい感じなんですかいい感じいい感じあ、ま、やばい負けたしええこいつ名前お嬢じゃなくて温情だったなよっしゃーよっしゃーじゃねえわしたーとりあえず1本
すごい温情の塊だったのこのお嬢は。亀行きますか。亀、はい、聞こうぜ。亀、亀強いぞあいつあいつ強いぞ。でもあいつあのなんか言ったら俺が言ったるでな。またあ、わかりました、わかりました、すみません、よろしくお願いします。すみません、調子こいられた村勇者がよこいつマジで。でもいいさ、兄貴出す、兄貴出すまでもねえよな。出すまでもねえす、マジで。ああ俺がケチョンケチョンにしたずですからこいつ家カメでラッシュをちゃんと止めたいね、頑張ってね。普通にやっててか、普通にこいつ多分1700か1800くらいありそうだ。村の大使、村の勇者、多分こいつね、ランクやってるだけだ。小山の大将、そう、なんなら下げてきてるの。これどうした、いいよ、止めた、ナイス。あ、俺より止めるのうまいかもしれない。俺反応系はやっぱり下手だから。いいね、大番、いいね、中段から強引にぶ、いいよ、いや、家カメ、お前、おい、きちいだろ、わけわからんこと。おい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 、こんなもんかもうゲージ、あ、ゲージやばい、やばい、重心、重心、あーちゃー。いや、今、まだ1位です、兄貴、まだ大丈夫です、まだ出るまでもねっす。橋はやっぱレベル1当てること命かけよう。カメ、俺んとこまで来れんのか、お前、お前、うちは剣いるんだよ、お前。ナイス勝利よ、いいよ、完璧、いいね、そ、できた、それ削りたい、ナイス、よーし、いいじゃん、ナイスガード、ニース、ネイ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 ス、よーっ、ネイツ、よーし、じゃあここに招待するっすね、俺も。あ、でも、もう、俺はいいわ、どうせもう、いや、もう、カメは、もう、俺には勝てないと。もう分からせたっすか。いや、1-2の2-1だから、一緒、あんま五分なんだけど。ね、五分じゃねえか、ちょっと。いや、でも、かわいそうじゃん、カメに、みんなの前で。さすがに俺が勝っちゃうとこ見せる。いや、しかも俺、カメさんいなくなったら誰もやってくれる人になっちゃうから、今、カメさん大事にしないと。確かに、カメさん大事だよ。大事だから優しくすんのか、違えだろ。違うっすね、倒しに行かなきゃ。こいつ亀調子乗りやがってバカ野郎に勝とうとしやがってて、めこにゃでも亀かなりいい、亀マジでいい。確かに、ね、俺の苦手なところについてきてくれてる。うん、ほんと助かる、全然ある、全然ある。上に補正させて、全然ある、全然ある。きた、あーいやー、セルフ1ミリであんだけドット落としてる、すごくない君。よーし、マジで仕上がったね、ついに。お、ま、あれなんだこれ、うわ、調子悪いっすね、サーバー。あ、調子悪い、もう今日やめた方がいいかもしれない、ね、いや、やめとくか、確かに。あ、他のやつもまた消えたわ、うん、多分ダメだこれ、またいいよ、そう、いいよ、全然いいよ。で、これも、あー、これも、はい、む、むずいしょ、むずいしょ、むずいしょ、いいよ。え、このメニュー楽しい。これを、でも、だいたい上手い人とか、これ難しいなのがこれで練習する。これ楽しい。そうすると、これがね、試合にね、マジでね、ベストキッドって見たことある。あれ、ザ・キチェンと、あの、ウィル・スミスの子供のやつですよね、多分。まあ、それ、新しい方だね、それ、多分ベストキッド、剣の。リメイク方だ、ごめん。あ、もう古い方なんですね。ジジイの方の。ごめん、ごめん、ごめん。宮城か、宮城だ、ごめん、宮城の話しちゃった、ごめん。ありがとうございます、ここに。よし、今日はね、こんなもんで。よけす、いやでも本当に頑張って、マジで強くなるんで、うん、こんなに教えてもらったからには、ね、明日これ終わったら多分で本田対策した方がいいっぽいな。確かに次本田対策で、いや多分ね、また2日前ぐらいからまた順に戻ればいいんじゃないですか。そして、あ、そうだね、多分それが一番いいよね。そしたら多分また思い出して記憶も深くなって。そうだね、本田とキンバリー戦をちょっと覚えなきゃいけないね。ファンタさんにだけは勝たないと、なんかもう闘志燃やしてる感じ出てたんで、もう勝たないと。確かにね、国定とかで煽ってくるのもないから、マジで。何が国定ですだ、バカな、あいつ、マジで。お、見た目見てたから、反応してたそうね、ツイッターで国定の時。ふざけんな、バカな、あいつ、国定と申しますとか言って、甲子園行くぞとか言って、あいつ、バカな。じゃ、国定ボコりましょう、マジで。ボコろうぜ、マジで、ファンタ。うん、じゃ、ここにあれ、俺らが唯一負けた、あの3本で、俺らで負けたのが国定なんですよ、俺ら。あの国定に負けちゃったの？シアルカップで、ほら、負けたじゃないですか、きなこさん。あ、負けたね、国定、そうだね、まあそうだね。で、国定だけに負けてるんで、今回だけはもうリベンジしなきゃいけないんで、国定倒そうぜ、絶対。倒しましょう、マジで倒す。オッケー。いや、国にマジ、今日もありがとうございました、マジで。ありがとう、ありがとう。じゃあ、また明日、頑張ってね。よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、お疲れちゃん。はい、お疲れ様です。完全にもうストロークしかやってねえや、もう最近。でもだいぶ上手くなってきたんじゃないか？やばいぐらい成長してるぞ。